さあそれでは整いましたらこちらでフォトセッションを行ってまいりましょう。それでは前のカメラマンに向けてフォトセッションよろしくお願いいたします。盾をそうですね掲げていただきましょう。さあそれでは一言ずついただいてまいりたいと思います。まずは第3位松浦選手、お疲れ様でした。お疲れ様です。今日はまあちょっと遅かったけど、まあ、次の、まあ、来年頑張ります。そうですね、それでも今回、2戦目の参戦ですかね。あ、はい、あの NTC は2戦目なんですけど、あのチャレンジは5回か4回ぐらいやりました。ね、それでも NTC カップで表彰台素晴らしいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。さあそして第2位となりました中里豪太選手、おめでとうございます。ありがとうございます。今回は急遽参戦、そして久々の新東京でしたね。久しぶりの新東京のレースと、しかも練習もなくでちょっと大変だったんで雨だったりちょっと大変だったんですけど、で慣れもなくちょっと大丈夫かなと思ったんですけど、なんとかだんだんと慣れてきて上がれて良かったなと思います。そうですね、本当にだんだんと這い上がってきた印象がありました。そして見事第2位、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。さあそして見事優勝は小島聖羅選手、おめでとうございます。ありがとうございます。ということでマックスライツクラスね、見事優勝して最後決めました。おめでとうございました。ありがとうございました、はい。じゃあちょっと応援してくれた皆様に一言もう一度お願いします。今年全部このシリーズ本当にサポートも何もかもありがとうございました。ありがとうございました。はい、開けて押さえれば OK です。それでは行きましょう。シャンパンファイトよろしくお願いいたします。マックスライツクラス上位3名の皆様のシャンパンファイト、今日最後まで雨の中ひたすら走っていきました。寒い中お疲れ様でございました。改めまして盛大な拍手をお願いいたします。さあそれではマックスライツクラスシリーズ発表してまいりましょう。マックスライツクラスシリーズ第3位となりましたのは柏木雄二選手、おめでとうございます。3位表彰台にご登壇ください。続きまして第2位となりましたのは柴田壮一選手、おめでとうございます。2位表彰台にご登壇ください。そしてチャンピオンは小島聖羅選手、おめでとうございます。もう一度1位表彰台にご登壇ください。さあそれではシリーズ上位3名の皆様でもう一度フォトセッションをよろしくお願いいたします。さあそれでは一言ずついただいてまいりたいと思います。まずはシリーズ第3位柏木さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。今日いろいろ疲れました。開幕戦不参加ながらシリーズ取りましたね。そうですね、まあ一生懸命出ただけですかね。そんなことない。ありがとうございます。はい、本当にね、あのポールスタートもありましたよね、確かね。あれ違った、ありましたね、一回ね、うん。素晴らしい結果、そしてシリーズ第3位おめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。そしてシリーズ第2位となりました柴田選手、おめでとうございます。ありがとうございます。とはいえやっぱり悔しかったですね。まあ、そうですね、シリーズ通してあの小島聖羅ちゃんには全くかなわなかったのでちょっと心残りなんですけど、まあ、あの表彰台にも乗れましたし、まあ、自称ですけど自称あの40代以上のマスターズクラスチャンプということで自己満足したいと思います。はい、いいですね、自称カテゴリー、見事40代クラスチャンピオン、おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございました。さあそしてこちらは見事チャンピオン獲得おめでとうございます。ありがとうございます。はい、まずは一つ目のチャンピオンですね。そうですね、はい、嬉しいです。はい、いや本当にシリーズ通して非常に速さがありました。噂に聞くと握力が70ぐらいあるとか。いや測ったことはないので、でも多分力には自信がありますね。はい、こう華奢に見えますが非常に力持ちらしいです。まあ、そんなね結果がついてきた、そういったところも結果につながったかと思います。見事チャンピオンおめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。改めて盛大な拍手をお願いいたします。それでは上位3名の皆様はご登壇ください。